うわ、どうも、こんにちは、パンチパンタです。よろしくお願いします。11月に入っても未だに半袖着てるんですけど、なんかやっぱ半袖と半ズボンが一番楽じゃないですか。もう、半袖半ズボン素足。まあ、時々あるよ、本当に寒い日。その時はもう半袖半ズボン素足でエアコンつけちゃうよね。タイだ、アメリカ人。なんか聞いた話によるとね、アメリカ人ってね、一般的な家庭は外で雪降ってても部屋の中ガンガンに暖房つけて半袖半ズボンっていうのは聞いたことある。まあ、だから考え方がどちらかというとアメリカンスタイルなのかな。まあ、ということでね、最近ちょっとね、フリスク買いました。フリスクデビュー。今までね、フリスクってあんまり食べたことなかったんだけど、なんかね、すごいよね。もうなんか体の中の毛細血管というか、なんか細胞がびっくりするの。このちっちゃな一粒でね、体がいくよ。細胞が反応する5秒。5、4、3、2、1。あ、もう舌が来てる。うん。舌が来てる。はいはいはい。舌、いや、今噛んでる。うん。あ、今喉の中入った。うん。慣れたのかな？あんま来ない。はい。まあ、ということでですね、わたくぴのですね、ツイッターの方にですね、まあ、とある、質問が来まして、質問というか、これは答えてください的な DM 返した方がいいのかなってちょっと思ったんですけど、まあ、多分動画を見てくれたんでしょうね。バイト生聞いてるか？お久しぶり。なんか最近久しぶりにパンチパンダさんの動画見ましたっていうようなコメント結構あるけど、久しぶり元気？バイト以外の動画を見てね。DM 失礼します。以前、パンチパンダさんのバイトに関する動画を見て少し相談したいことがあります。自分は大学生でアルバイトをしています。辞めようとしている日の1ヶ月前に学業を理由にして辞めますと言ったところ、辞められませんでした。これどういう状況かよくわかんないんだけどね。このような場合はどう対処するのが良いでしょうか。今考えてるのは親を連れていく、退職届を出し、来月のシフトを出さない。ご意見いただけると幸いです。ということなんですけれども、これ返信してみようかな。すいませんね、なんか月曜日来てたのに木曜日で。ちょっと返信して動画の撮影中に帰ってきたらいいんだけどな、一番。どのように断られたのですか？まあ、置いときますか、ここ。まあ、ただ、どうやってバイトを断られたのか、ちょっとよくわかんないんですけど、まず、そもそも、2番目の退職届を出して来月のシフトを出さないって言うんですけど、退職届でしょ？そもそもね、バイトってね、一般的には退職届とか出さなくていいんですよね、基本的に。まあ、調べたらわかるんですけど、バイトってね、もうほんと口でいいんですよ。口頭で、すいません、辞めますとか、そういったちゃんとね、お店側に言って、そしたら書かされる場合もあるんですよ。で、俺もね、書いたことはあるんですけれども、その退職届というか、退職届ではないな。なんかね、俺ね、一時期ちょっとだけ1年にも満たないんですけど、まあ、とある雑貨屋さんで働いてた時がありまして、その時はね、シンプルにその雑貨屋さんが潰れると、すごいよ、俺大学生の頃ロッテリアでバイトしてたんですけど、そこももうなくなって、で、その雑貨屋さんも今ないんですよ。まあ、最初のロッテリアは俺が辞めてから2年後ぐらいにそこのロッテリア潰れたんですけど、雑貨屋さんの場合はもうちょっと働こうかなって思ってたのに、だんだん慣れてきて、あ、ここ結構いいじゃんみたいな。で、後輩とかもできてね。ウェーみたいな。結構仲良くなったんですよ。なんか知らないけど、ニトリ辞めて雑貨屋さん来た女の子だったんですけど、あの女の子ね、すごい仲良くなったんですよ。その子が初めてニトリ辞めて雑貨屋さん来た時に、初めまして、みたいな。あ、どうも、パンチパンタです。あ、どうも、何々です。みたいな感じで言われたんですよ。で、俺が、彼氏いるんすか？二言目で、その質問したら、ドン引かれたっていう。出会いが最悪だったね。で、まあそこのね、雑貨屋さんがなんか潰れるっていうことで、なんかまあいろいろ書類書いたんですけど、まあ調べれば多分出てくると思います。知恵袋とかであるんじゃない？自分のそのチェーン店とかで退職届いるかいらないかみたいな、多分ね、何でも知恵袋にある。インターネットって生まれたのが何年前なんだろう？もう1960年からあるもん。インターネット。まあ、ちょっとかっこいいインターネットの豆知識みたいなのがありまして、ちょっとこれ紹介したいんですけど、まあ、映画でもあったんですけど、俺の好きなバンプオブチキン、俺ね、バンプ好きなんですよ。まあ、バンプオブチキンの曲のタイトルでもあるんですけど、ハローワールド、世界の皆さんこんにちはっていうのが、インターネットの初めての会話なんですよ。めちゃくちゃかっこよくないですか？っていうか全然来ないんだけど。まあなので2はなしと。退職届を出して来月のシフトを出さないは、まあ別にしなくていい。わざわざ退職届出さなくていいんじゃないかなと思うんですけど。で、2番目の親を連れていくっていうのは、まあ強行突破というか、まあ俺も今まで結構バイトしてきたんですけど、辞めるがために自分の親連れてきた人見たことないですよね。まあだから別に親も連れていく必要ないんじゃない？だからまあ俺の場合は、本当にもう店長とか、そういったなんかバイトの責任者とか、そういった正社員の人に、すいません、もうどうしても辞めたいんでちょっと辞めさせていただきますっていうような断言すると。で、断言して、ちょっと、いや、でもダメじゃん。
なんか言われると思うんですよ、いろいろね。それは俺だって言われたことなかったけど、今まで。そういえば言われたことなかったわ。大学4年生になって卒業して、卒業と同時にバイト辞めたのと、あと店が潰れたのと、あとバックレてそのまま行かなくなったのと、あとはまたバックレた。まあバックレが2回あるね。お調子者じゃん。50-50。まあしっかりと言えばいいんじゃないですか。まあこのような感じで、なんかバイトの疑問とか、あとパンチパンダへ聞きたいこととか何かしらありました、なんか概要欄の方に質問箱の URL 貼っときますので、まあ匿名でね、質問したい方は、まあ匿名で、あとまあこのような形で、Twitter もやってますので、Twitter の方の DM でも全然いいので、まあ、全然送ってくれればなと、はい、思います。まあそんなね、バイトなんて、バイトなんて、って言うと、ちょっと一部怒られるんだけどね。もう気軽に言っちゃおう。バイトなんて、クソバイトなんて、みたいな感じと思えばもう、ストレスなくなるから。でね、今ね、実際に正社員として働いてて、会社辞めたいなとか、会社辛いなって思っちゃう人は、まあそこはちょっと頑張ろうか。まあある程度頑張って、ある程度ちゃんと考えて、もうやめた方がいいんじゃないかって、再三考えて思ったらもうやめちゃっていいんじゃないですか。はい、ということで、まあやめるのにもちょっと一苦労する。そんなね、バイトとか正社員でした。なんか髪型の調子良くない？感じで今動画上げようと思ったんですけど、今ちょうどですね、ツイッターの方見ましたら、ちょうど返信が来てまして、どこだっけ？あった。こちらは辞める1ヶ月前に学業を理由に店側に言いました。店側は単位落としそうでも、教授が厳しくてもこっちは忙しいんだ。とにかく辞める選択肢はない。契約違反です。また試験が終わったら来ればいいじゃない。席置いとくからと言ってました。実はこちらとしては学業以外にも理由があります。それは社員さんの悪い噂を聞いたことやパートナーの噂も嫌な、まあ、ここら辺は。はい。試験後にバイトに行くという選択肢は取りたくありませんでした。そこで私は未成年なので、親と話し合ってもらいました。親と話してもらえませんかというと、店長は逆切れし、どうやら円満には終わらなそうです。一応希望通りの日程で辞めれることにはなっているのですが、残りのシフトの時に、なんで出れないんだと言われるのが怖いです。今はそれを聞かれた時にどう答え、もう結局話進んじゃって俺の出番ないやん。何？今までの時間何なんだ？そうなの？残りのシフトの時に、ちょっとなんかお店側と、まあでもそれは時間解決するよね。時間解決がしま、そうだね。時間解決して、まあ、行きたくないなと思いつつも行って、で、なんかまあ、時間が経って、ああ、ありがとうございましたって言って、それが何回かやったらもうやめられるっていう、話、じゃあね。ということで、まあ、君もね、多分、なんだろう。あ、でも結局あれか、親と話し合ったのかな？親と話してもらえませんかというと、店長は逆切れし。親と話し合ってもらいましたということで。ああ、なるほど。親、じゃあよかったやん。ああ、頑張れ。じゃあ次はあれだな、その、なんだ、私バイト探すのかな。試験ね。パートのおばさんがとにかく嫌な人。ということで、はい。以上です。パンチパンダでした。髪の毛伸びた？さっきに比べて。さっきの昼ぐらいに撮ってたんだけど。